はい、こんにちは。札幌ラダイ美容室ハイヤマカシの後藤です。美容師の都市伝説編、今回も都市伝説をお送りしたいと思います。今回の内容は、トリートメントについてお話したいと思います。今回僕が話する内容というのは全て嘘だと思ってください。あくまでも都市伝説の話になります。はい、皆さんが通われている美容室はそんなことはないと思いますので、皆さん誤解しないようにお願いいたします。はい、今回不安を煽る内容とかでもございませんので、僕が思ったことを何の根拠もなく話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今回の内容は非常に美容師さんを敵に回す内容かなと思っております。はい、僕まあそれも覚悟でですね、やっていこうかなと思ってるんですけれども、はい、皆さんトリートメント美容室ですると思います。はい、もちろんうちでもやります。トリートメント、最近は髪質改善とか出てきてますけど、まあ違いはね何なのかなという部分だったりすると思うんですけど、皆さんあんまりねお客さんの方は分かんないと思うんですね。皆さんトリートメントって疑問を持ったことないでしょうか。トリートメントしたら確かに手触りは良くなります。ツヤって、どういうものかっていうと反射なんですね。光の屈折、反射によってツヤが出て見えるということは、くせ毛の状態、まあ、まあお客さんのくせ毛の方がいた場合ですよ。はい、ストレートの方は別です。くせ毛のストレートの方は何をしてもサラサラなんですね。ストレートであの癖がなくてサラサラの方は、そういう方はねいいと思うんですが、くせ毛の場合屈折がどうしても曲がってしまったりとかして綺麗な反射がない状態です。そういう場合っていうのはトリートメントをすることによって、今の状態の手触りは一時的によくはできるんです。一時的にです。皆さん美容師さんに聞いてみてください。どれぐらい持つんですかトリートメントって。はい、一時的に持ちますトリートメントは。はい、それが継続するかどうかっていうのはちょっと難しい部分になってきますね。じゃあどうすればいいのかと、そういう部分が出てくると思うんですけど、トリートメントってねよく、すごい高いトリートメントな、今だったらね、まあ骨やら培養なんちゃらとかいろんなね、トリートメントが出て髪にいいもの、ケラチンとかね、いろんなものが髪に出てきてると思うんですけど、結局お客さんが実感する部分っていうのは髪の形状を変えなければ実際に実感できないということが分かりました。やはりですね、髪の形状を変えるということは髪をちょっと形を変えるわけですね。うねっている髪でツヤが出ない、こうくせ毛でもじゃもじゃっとなっている状態でツヤ出ませんよね。それを一時的に手触りを良くして、なんとなくサラサラにして返すっていうのはできると思うんですね。ですけども髪の形状っていうのは変わらないわけですね。ということは形状を変えるにはパーマ液だったり還元剤っていうものが必要になります。その還元剤を使うことによって多少なり形状を変えることはできるんですね。はい、その還元剤の強さだったりとかそういうものによって、持ちとかも変わってくると思うんですけれども、もちろん強い力で変えてしまう縮毛矯正だったりとかそういうパーマ液の強いものを使ってしまうと、今はね縮毛矯正もすごく良くなってきてるんですけど、やっぱり繰り返すとねダメージになっちゃいますね。はい、なので、かなりね力が弱い還元剤なのでちょっと形を変えてあげてですね、でツヤを出してあげるというのが、まあ本来そのサラサラっていう部分に関しては正しいんではないかなというふうに思っております。それがまあトリートメントしました、すごいサラサラになったわと言って家帰って3日目ぐらいシャンプーしてみてください。3日ぐらいちょっとシャンプー続けてみてください。その時の感動ってちょっとなくなったりしませんかね。これ髪の形状変わってないんですよ。なので、意味があるトリートメントであればお金をかける必要があるとは思うんですが、お客様が実感できないトリートメントに関してはどうなのかなっていうふうに僕は思っております。
はい、もちろんね日頃のケアっていうのが必要だと思いますし、自宅でねよくお客さんをトリートメントしてますとかって言うんですけど、そのトリートメントって実際意味があるのかなということも考えられますよね。まあくまでも、まあ、手触りが良くなればいいという方はいいと思うんですけど、実際にそのサラサラにしたいっていうのはまた別の問題になりますよね。はい、手触りが良くしたければトリートメントして、それを定期的にやっていく必要があります。数日間で効果っていうのはなくなりますから、美容室でするトリートメントを実際した方がいいのかしない方がいいのか、これはもう皆さんの考えによって変わってくると思うんですが、まあ、意味ないことにお金かけるのはどうかなというふうに僕は思っておりますので、多少なりその還元をさせて髪の形状を変えるというぐらいのものがあってもいいんではないかなというふうに思っております。はい、ということでですね、トリートメントっていうのはね、かなり、なかなかね、ここ何十年っていうのを振り返ってみてもですね、トリートメントってすごく進化してるかっていうとそうでもなかったりしますね。新しい成分っていうのがなかなか出てきませんし、基本的に配合成分を見てもらうと分かるんですけど、まあ、似たり寄ったりの部分が多いですよね。そこまでね、劇的に変える成分っていうのは出てきたらみんなそれ使うと思うんですけど、現状ないですよね。ということで、まあ、いろんなねトリートメント、これからトリートメントの話っていうのは、まあ、これから深くしていくといろんなものが出てきますんで、まあ、今日はねこの辺でちょっと締めたいなと思います。まあ、トリートメント皆さんいろんな考え方があると思います。僕が今回話してる内容っていうのは皆さん嘘だと思ってください。あくまでも僕個人の考えでして何の根拠もございません。ですのでこれはね、あくまでも信じるか信じないかはあなた次第という内容になります。はい、今日もね美容師の都市伝説編をお送りさせていただきました。まあ、非常に不快に思った方、美容師さんなどいらっしゃると思うんですが、あくまでこちらね本当の話ではないので、皆さん軽く流していただければいいかなというふうに思っております。今日もご清聴ありがとうございました。